皆さんこんにちは、レジスターです。ということで今回はヤフー知恵袋でキャモナーについて調べたら衝撃の結果にということでね、やっていきたいと思います。皆さん普段キャモナー界隈にいらっしゃる方が多いと思うんですけど、この動画見てる人の中にはなんですけど、その一回ね、界隈の外から見たキャモナー、キャモナーじゃない人から見たキャモナーの界隈ってどんな感じで思われてるのかっていうのを知っておくのも、そのいろいろなね点で面白いかなと思ったので今回やっていこうかなと思います。キャモナーなのですが、周りがゲイとかが多いんで不安です。尊敬はするが、僕自身はゲイでもバイでもないなんでもないメスケモ好きなんで、あんまり言いたくないのですが、ゲイの許可求められても困るんですよね。これもキャモナーとしての宿命かなとは思ってますが、一体どこへ行けば LGBT の少ないキャモナーの交流場ってあるんですかね。なるほど。メスケモが好きな人同士で集まるとこってあんまないから、どうしたらいいですかっていう話だと思うんですけど、まあこれは、まあキャモナー会話入ってしまったら仕方ないなっていうのは確かにあるかなと思います。これは宿命だなとはね、やっぱその通りかなっていうふうに僕も思いますね。まあキャモナーはゲイが多すぎて、ちょっとメスケモ好きな人とかにしてみたらちょっとやりづらい界隈ではあるという感じなんですかね。キャモナーはリアルでも猫や犬を見て性的興奮するんですか？エロ系の異常性愛者であるキャモナーは野良猫を見て性的興奮しますか？一般的な無害のキャモナーじゃなく、エロキャモの画像を見て性的興奮する異常性愛者にお尋ねします。それは人によります。で、これ正直に言うと、実際に普通の動物、野良猫とか野良犬とかを見て性的興奮する人がいます。しかしその人がイコールキャモナーであるとは言えません。その人のね、リアルの動物で興奮できる人っていうのは、ズーフィリアというね、また別の性癖なんですよ。で、これは、ベン図を書いたらわかると思います。私、生物好きのキャモナー&ズーフィリアなんですが、この前キャモナーは異常性欲者とか異常などと思われていると聞いたんですが、なぜそう思われているんですか？キャモナーってことは別に割り変なことじゃないですよね。どうしてそう思われているんですか？私は絶対キャモナーやめませんので。なるほど。キャモナーとズーフィリアっていうのは、世間一般で見ると異常です。これは、事実として認識した方がいいと思います。世間はそうであるということは一回とりあえず知っていただいて、で、じゃあキャモナーズーフィリアが異常と思われる理由っていうのは、普通ではないからです。社会のマジョリティではないから異常だと思われるんです。異常っていう言葉の定義って、普通ではないっていう書くじゃないですか。常とは異なるって書くじゃないですか、異常っていう字は。で、その常とは異なる状態っていうのが異常って言われるので、キャモナー&ズーフィリアが世界の人口の、大多数を占めてるんだったら、それは異常じゃないんですけど、社会のほとんどの人はキャモナーズーフィリアではないので、それだから異常と言われます。なので、異常と言われる理由に関してはそういうことですね。はい。キャモナーって気持ち悪いですか？中学生です。つい最近まで人間の絵を描いていた私ですが、急に狼や狐などの獣を描くようになりました。そして今日同じ友人に、もしかしてキャモナーになった？と聞かれました。思い切ってうんと頷くと、やめた方がいい。キャモナーって怖いんだよ。いつか現実にいる犬や猫に手を出しそう。犯罪者もなりかねない。なんか現実感がなくて嫌い。人間の絵を描いた方がいい。正直あなたまで変な人になっちゃうよとしつこく言われました。なんだか遠回しにキモいと言われているようで正直うっときたのですが、それよりもそこまで言うのかと疑問になりました。普通の人から見てキャモナーはそんな印象なのでしょうか。まず私は単にキャモナーが好きなのでちょろちょろ書いていただけたのですが、趣味を否定されたような気もするし、キャモナーであることが恥ずかしいというかバレたくないなって感じだったので、あんなこと言われてガーンと来ています。はいはいはい。まあキャモナーがその現実世界で犬や猫に手を出すかって言われるとそれは違うとは思います。なんですけど、可能性としては一般的な人よりはキャモナーである人の方が、その、現実にいる犬や猫に手を出す可能性は高いじゃないですか。キャモナーっていうのは、その動物キャラクターの特徴を持っているものが好きだよねって思っている人なんで、確率としては、普通にキャモナーの方が圧倒的に、その現実社会にいる犬や猫に手を出しやすいっていうのは明らかなんですよ。で、そこはちょっと、認識していただきたいなと思うんですけど、で、人間の絵を描いた方がいい。あなたまで変な人になっちゃうよっていうのは、人間の絵を描いた方が、その変な人にならないっていう理由は教えてほしいですね。ここに関してはちょっと微妙かなと思います。人間の絵を描いてて変な人っていうのは大量にいるし、逆もしかりなんですけど、獣の絵を描いていて変な人もたくさんいますと。で、人間の絵と獣の絵を描いているどっちが、もうよりおかしいですかって言われると、これ微妙なんですよね。これ微妙です。もう何とも言えないというか、統計がね、しっかりないので、はっきりは言えないので、ちょっとここはね、断言は避けた方がいいかなと思います。犯罪者にもなりかねない。キャモナーが犯罪者になる確率は低いです。はい。多分ここ犯罪者っていうのは性犯罪者のことを言ってると思うんですけど、キャモナーは犯罪者になり得ません。なぜなら、キャモナーっていうのは、一応その、二次元のペラペラの紙に書かれているイラストとかを見て、興奮する人なので、現実社会でその欲望を満たそうと思っても、満たせないんですよ。なぜなら存在しないから、キャモノキャラクターっていうのが現実社会に。だから、例えば、人間で、じゃあ、例えば、僕が
男性です。女性大好きです。なので、そこら辺に歩いてる女性に襲いかかりますっていうのはできるじゃないですか。でも、獣の人が、僕、獣大好きです。だからそこら辺に書いてある絵を見て、頑張ります、みたいな感じじゃないですか。これ比較すると、僕、人間大好き、だから女性を襲うの人の方が、より犯罪者になりやすいじゃないですか。なので、ここに関しては、罰だと思います。犯罪者にはなりません。少なくとも性犯罪者にはなりません、という感じですね。なんか、現実感がなくて嫌い。現実感がなくて嫌いっていうのは、その知らないから嫌いっていうことになるじゃないですか。人って知らないものって怖いので、排除しようとするっていうのは当たり前の、仕組みなんですけど、人間のね。なんですけど、現実感がなくて嫌いっていうのは、知らないから嫌いなんだろうねっていうだけなんで、別に僕は何とも言えないですね。あなたは知らないから、知らないものは怖いから、嫌いっていうのは、その通りだよなと僕も思います。はい。ってことで、遠回しにキモいって言われてるより正直言っときたっていうのは、キモいって言われてるんじゃないでしょうか。普通に獣って一般的に見たらなんだこいつらって思ってね、なんか内輪で、なんか動物のキャラクターをなんか描いたり見たりなんかして、すっげえなんかリュフリュフ言ってるオタクだなーっていう印象だと思うので、そこに関してはキモいと思われてるのは仕方ないと、開き直った方がいいんじゃないかなと思います。獣についてです。自分は小さい頃から動物が好きで、常に動物のことを考える重度の動物好きなのですが、高校生になった時、動物と人間の、ハーフみたいな感じか、いわゆる獣人が好きになりました。一方で霊長類が嫌いになりました。はぁ、動物が好きすぎると獣になるのですが、獣人といっても人間に動物の耳がついたものよりも、獣寄りの人間の原型を少し保っているのが好きです。自分もなりたいと思っている。はい。はいはい。多分この人は、あれだね、あんまり人間関係うまくいってないんじゃないかなって僕は勝手に思うんですけど、勝手にね、独断と偏見で言ってます。人間関係がうまくいかないから人間が嫌いになって、人間じゃないものが好きになるっていうのは、論理としてはあり得るじゃないですか。なので、これも多分ね、この方も、てか僕もちょっとその節がある気もするんですけど、獣の人って人間関係うまくいってなくて、もう人間なんて大嫌いだっつって、人間じゃないものに興味を抱くっていうのはあると思うんですよ。動物が好きすぎると獣になるかって言われると、じゃあその動物が好きです。だから獣医になりましたっていう人いるじゃないですか。獣医さんね。で、獣医さんが、じゃあその獣かって言われると微妙じゃないですか。で、動物園の飼育員さんが、じゃあ獣かって言われると、ちょっとそれはまた違うんじゃないっていう気もするんですよね。あくまで動物がメインで好きでっていう話だと思うので、動物が好きだから二次元で描いてある動物キャラクターが好きになるかって言われると微妙なので違うと思います。あと自分もなりたいと思っているのに関しては、多分その人間社会でうまくいかなかったから人間が嫌いになって、そんな自分も人間であることが嫌だっていう感じなのかなって僕は勝手に考察しました。でも違うかもしれません。はい、それはわかりません。自分は獣です。ツイッターとかを見ていると獣が好きという人が多く、自分も安心できるのですが、学校や友達には獣が少なく公開できなくて困っています。やっぱこういうのって打ち明けた方がいいのでしょうか。語彙力がなくてすみません。僕はあんまりおすすめはしないです。ツイッターとかだと、閉じたコミュニティが出来上がるので、言いやすいということだと思うんですけど、同じような趣味思考を持った人が集まる場所が SNS っていう一面もあるので、そういう点では SNS で言うのは全然いいと思うんですけど、もちろん獣専用のアカウントを作ってね、言うのは全然いいと思うんですけど、学校や友達にわざわざ自分の性癖を言う必要ってありませんよね。僕がじゃあ、ものすごく巨乳好きな人だと思ってください。で、僕が急に友達にさ、学校の友達にさ、俺すっごい巨乳好きなんだよね。巨乳見てるとさ、すっげえ興奮するんだよねって言ったらさ、普通に考えてキモいじゃん。そういう風な話をする中の友達だったら別にいいんだけど、例えばすっごくさ、全然どうでもいいようなさ、どうでもいいっていうか、そんなに仲良くない人とか、あと普段は、性癖の話とか全くしないような関係性の人に対して、俺さ、実は巨乳めっちゃ好きなんだよね。巨乳見てるとめちゃくちゃ興奮するんだって言ったらさ、普通にキモいじゃん。それと同じで、俺実はめちゃくちゃ獣キャラクター好きで、獣人見てるとめちゃくちゃ興奮するんだよねとか言ってたらさ、なんで急にこの人まず性癖の話し始めたの？急にって言ってさ、まず嫌じゃん。で、それでよくわかんない、聞いたこともないような性癖の話されて、反応に困るじゃん。聞いたことないから。だから、この人は何を言っているんだろうって思いながら、変な気持ちになるわけじゃん。だから言うのは、性癖の話をお互いにすることができるっていう、確証を得た状態で言うのは別にいいと思うんですけど、ちょっとだけ付き合っているだけの友達とかにはわざわざ言う必要はないと思います。
っていう感じですね。僕の、まあ、僕の意見です、これは。狼男になりたいと思う僕はおかしいですか？男らしくてかっこいいので憧れています。憧れているからといってなれるわけではないっていうのは何でも同じだと思うんですよ。例えば僕すごくイケメンになりたいですと思っている人がいたとするじゃないですか。じゃあ僕がそのすっごいイケメンになりたいと、福士蒼汰になりたいと僕が福士蒼汰になりたいと思ってるとするじゃないですか。そして僕がじゃあ福士蒼汰になりたいから、おー、なりたいなりたいと思って、でもどうすることもできないじゃないですか。だって僕は福士蒼汰じゃないからっていうので、なりたいと思ってなれないっていうのは一般的には普通にあり得る話だと思うんですよ。で、なんか例えばアイドルに憧れててあんな人になりたいとか思って服装を真似したりとかするじゃないですか。まあそんな感じで、なりたいと思う分には全然いいんですけど、なれないってことは理解しておいた方が、その生活というか人生においては幸せになれるんじゃないかなって僕は勝手に思うんですけど、どうでしょうか。なので、そのいくら狼男になりたいと言ってもなれないので、そこはね、なれないと自覚した上で、じゃあそのどうやってその願望をその減らしていく、もしくはなりたいと思う気持ちを減らしていくか、もしくはその、まあ、実際になんかそういう風に近づこうとするのかっていう。わかんないけど、なんかすっごいなんだろう、育毛剤を体に塗りたくるみたいな。ことをするとか、してもま、いいんじゃねえかなって。獣です。中学の時にいじめられてから10年以上人間が嫌いです。私は思いました。人間やめてポケモンにでもなればいいんじゃないかって。そう思った時から、とにかくルカリオ、もしくはその進化前リオルになりたいと思い続ける日々です。正気に戻る方法ってないですか？これは、ほぼほぼ無理なんじゃないかなって僕思うんですけど。中学の時から10年以上人間が嫌いですってことは、てか思春期全部じゃん、これ。中学からだったら。っていうので、なんかその人格形成が、一番ね、大事である時期に人間が嫌いであるっていう事実がある以上、人間の人格って変わりにくいじゃないですか。まあ、変われるのかもしれないけど、強制とか洗脳とかしたら。でもなんかその、多分無理じゃないですか、人間が嫌いっていうことに関しては。まあ、で、それは人間が嫌いっていうのはまあ認めた上で、じゃあ人間とは近づかないでいいような生活をすればいいと思うし、なんか山奥で一人で暮らすとか、まあなんか友達を全然作らずに、なんか在宅で家で仕事するとか、そういうのあると思うんで、それは人間を嫌いっていうのは多分変わらないと思います。で、人間やめてポケモンになればいいんじゃないかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、人間をやめてポケモンになるっていうのは不可能なので、そこに関してはちょっと不可能っていうのは多分知ってはいらっしゃると思うんですけどね、もちろんね。じゃあポケモンになればいいっていうのはできないと。で、正気に戻る方法は、正気に戻る方法っていうのがどっちを指してるのかな。人間が嫌いであるっていうのを正気に戻したいのか、ポケモンになりたいっていうのを正気に戻したいのかちょっとわかんないんですけど、少なくとも直せるのでいくと、ポケモンになりたいっていうのは直すことができると思います。まあ、人間が嫌いっていうのは多分その人のまあ個性の問題だと思うんですけど、ポケモンになりたいっていうのはポケモンじゃないものになりたいっていうふうには考えることができると思うので、なんかポケモンじゃないなんか有名人になりたいとか、この有名人好きだからこの有名人になりたいとか思ったりする分には多分可能じゃないかなって思うんで、まあ少なくとも正気に少しずつ近づきたいっていう話であれば、まあなんか有名人を好きになるなりしたらいいんじゃないかなって思いました。はい。無責任ですいませんでした。獣についての質問です。私は今20歳前後なのですが、中学に入る前から自分は獣なのではないかと意識があり、現在は完全に獣という自覚症状があります。ポケモンとか動物のエッチなイラストなどにすごく惹かれてしまいます。世間ではやはり異端として見られることが多いと思うので悩んでいます。皆さんは獣についてどう思いますか？ちなみに自分は普通に人間の異性にも興味を持ちます。これから一切獣のイラスト、獣関連のイラストを見ないようにしてください。はい。もうこれにつきます。性癖って変わってしまうんですよ。で、性癖って一度その踏み入れると抜け出すのって結構難しかったりするんですよね。なので、獣関連のイラストとか、獣関連のまあ話とか漫画なり小説なりなんなりを全て断ち切った方がいいと思います。なぜなら、その獣の人生って、まあ、惨めなことが多いので、不運なことが多いんですよね。で、だって結婚もできない、し、友達、普通の友達も作りづらいじゃないですか。なぜなら、その、自分のね、共有している性癖というか、価値観が合わないので、ね、獣の人と一般の性癖の人って、価値観が合わないじゃないですか。根本から違うんですよ。まあ、根本から違くて分かり合えるっていう人もいると思うんですけど、じゃあ、例えば、まあ、大学生とか何なり、学生とかで、じゃあ、なんか、今度合コン行きたいんだけどさ、合コン一緒に行こうぜ。今度行く合コンすごい可愛い女の子がたくさんいるんだよって言われてさ、でも僕興味ねえよってなったりするじゃないですか。その、あんまり、価値観が合わないんですよね。なので友達も作りにくいと。
作れないわけじゃないけど作りにくいんですよ。なのでそのケモナーになりかけとかケモナーにならずに済む方法があるんだったら積極的にケモナーにならない方法をね実践していった方がいいと思いますので、全然人間の異性にね興味を持ち続けられてるっていう方なんで、この場合はケモナーから断ち切った方がいいと思います。ケモノから、うん、こんな感じに思いますね。ケモナーは悪いことですか？違法ではないので悪くはないです。てことでね、ちょっと結構時間が経ってきてるので、ここら辺で終わろうかなと思います。次回もね、好評だったら続きますので、よろしくお願いします。まあ、今回の動画はね、ちょっと、すごい物議を醸すような話をしたと思うんですけど、まあ、低評価もね、ついても仕方ないかなというふうにも思っております。まあ、今回僕は、まあ、個人的なね、考え方を言っただけですので、世間一般がこうであるっていう可能性はね、絶対必ずそうであるという確証はないので、ご容赦いただきたいなというふうに思っております。ということで、今回はこの辺で終わりにしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。